どうもみぞ、リングでございます。プレデタービートルの飼育環境ということで、第7弾目でございますね。7ヶ月目ですかやっていこうかなと思います。はい。<laughs> あんまり大きく喋ることはないんですけど、ちょっと今後っていうので考えて、いろいろちょっとお話できることはあるのかなと思ってございます。まあちょっと順番にまずね、元気にしてますよっていうのを見せていきますかね。よいしょ。まずこっちが、ゴマですね。で、こっちが、 はい、海苔です。ごまと海苔がね、おりますけども、どっちも、えー、現状元気にしてますよ。まあ、ちょっとどっちかにフォーカスしましょうということで、落ち着いてるのは、えー、ごまの方なんで、ごまにします。ちょっと海苔はね、今ね、落ち着いてないんですよ。ちょっと理由はちょっと後喋ります。はい。えー、ごまと海苔ね。えー、この後ちょっと床材変えたりとか色々するんですけれども、えー、まずね、床材を変更します。床材変えたりとかって言いましたけども、この後床材をちょっと変更してあげようと思ってます。なんでそうすんのかってことなんですけど、 先月ね、彼らがあんまり餌を取るのが上手ではないという話をね、一通りしたと思います。んでまあ、そこでね、コメントであの素晴らしい考察がありまして、ああ、なるほどと。ゴキブリを餌であげてて、ゴキブリの持ってるその外骨格、ね、ツルツルの骨格だったりとか、レッドローチとか出すその油分っていうんですかね、油分のそういなのっていうのは防衛としてきっちり機能してるんですね、と。 こういったプレデータービートルたちが食べにくそうにしてるってことは、それだけ防御のね、能力として備わってるんですねっていう考察をされてる方がいて、なあなるほどなぁと思って。で、まあ、餌を変えるってことはなかなか難しいんですけれども、じゃあもうちょっと餌を食べやすくしてやる必要があるな、というとこで、一個餌食べにくそうにしてる原因があって、それが今この映ってる床材です。ヤシガラを使ってることが、ちょっと、 食べにくそうにしとる一員なんですよね。見てる感じ。あの、レッドローチが、こう、体液だったりとか、ちょっとこう、油分をね、こう、分泌するんですわ。で、その下やつが、ヤシガラがね、体につくんですよ。細かいヤシガラがね。そうすると、その細かいヤシガラを、一緒にこう、食べるときに、顎にこう、ぐじゅぐじゅっと挟んじゃうんですよね。それがどうやらね、めちゃめちゃいやらしくて <laughs>。めっちゃ嫌がっとって、それは口に入るのを、一回入ったら食べるのやめて、 口からきれいに取り除いてからまた食べるの再開するっていうようなことをしてたりするんで、観察してると、ちょっと床材を変えてやろうかなと思います。はい。えー、もうすでにうちで飼育してる別の生態に対して、使ってるものになるんですけれども、タランチュラでも使いました赤玉ですね。放出赤玉。うん、本当に雑地って感じなんですけれども、に変更しようかなと思います。はい。えー、メリット的なもんは、まず粒がきっちりしてるんで、 その食べるときに口に含まれるみたいなことはないんじゃないかなと思っておりますもう一個影のメリットとしてこのクリスタルステージに入ってるこれを洗うときにめっちゃ洗いやすいと思う多分このクリスタルステージね何て言うんですかねこの角のここ今ちょっと映らないですけどピント合わないんですけど四つ角がねこうなっとるんですよでこの角っこにこうね 入っちゃうんですよここにね、この角っこに溜まるんですよね。四つ角全部こうなってて、こういう細かいとこ材は全部ここに突っかか引っかかるんで、洗うのめんどくさいんですよね。丸洗いするときに。プラケの方がよっぽど簡単なんですよ。でそれをちょっと と、回避することもできるのかなと。結構、硬質赤玉、粒がしっかりありますんで、まあ、取り除きやすいというところで、洗いやすくもなるのかな。これはまあ、こっちの都合ですけれども。えー、こ彼らにとっては、餌が食べやすいんじゃなかろうかなと思っております。本来はもっとね、こう、硬質赤玉を砕いたりとか、赤玉を砕いた土状にしてやるのがベストなんかなとは思いますけれども、ちょっと硬質赤玉を砕けまへんので、余ってるってところでちょっと硬質赤玉を使いますんで、そこはちょっと我慢してほしいなと思いますけれども、えー、使いたいなと思います。 まあ今んところタランチュラで使い始めてまだそんなに火は立ってませんけれどもそんなに悪くないかなというふうには思ってますね。ただまあ入れるとき気をつけないとせっかくこういう透明度の高い綺麗なケージで買ってて横から見れるっていうのに台無しになる可能性が <laughs> ありますんでそこだけちょっと入れるときにね気をつけてあげたいなと思います。あんまり深くは引きません。まああんまりちょっと残り量がないっていうのもあるんですけどもそんなに深く引かないで浅め浅めでいこうかなと思ってます。はい。 でちょっとね飼育してて思うことまあそのとこで替えるのはもう最後変えましたパンパンで終わろうかなと思うんですけどちょっと変える前にちょっとね当たって言いたいなと思うのが、まあ、さっき言ったみたいにゴキブリをすごく食べづらそうにしてるわけですよ。ねあの何て言うの,その骨格の硬さだったりとか油分っていうのは食べづらそうにしてるわけですだから彼ら自分たちとおっきい同じぐらいの大きさのものを食べるのは今自分が飼育してる限りはかなり苦手みたいなんですよね。 で、最初ね、2匹オスメスで買って、まあ交尾すごいしてた子たちですけれども、まあ買って繁殖別にしようってわけではなかったですけれども、まあ2個1で、だってもう結構幼虫を飼育するのは難しいので、プレゼタービートルは。まあ多分繁殖しても無理だと思うんですよ。世話するってことはね。まあでも、ちょっとこうオスメス一緒につがいで入れてみたいなことは考えてたんですけども、ともグいすっとは怖ええなと思ったんで、避けてたんですよね。ずっと。避けてたんですよ。 でも多分こんだけエサ空の下手くそな,な様子見てると多分同じ大きさのやつは食べれないね、うん。無理だと思う。だから仲間のプレデタービートルを多分襲おうと思っても捕食するってとこまでいけないと思うんですよ。だから多分同居させても意外と大丈夫なんじゃないかなって思ったりはするんです。 まちょっとどうなるかわかんないですよ。やってみたらどうなるかわかんないですけど。ただ今月はしないといけます。ちょっと。まだ悩んでますんで。このもう1ヶ月ちょっとゆっくり悩んで、その結果、うん、やっぱ行こうって思うんだったら、ちょっと一緒にしてみるかなと思ってます。一緒にした場合はちょっと餌の供給っていうのをきっちりせんといかないようになりますんで、そこだけちょっと注意がいるかなと思いますけどね。うん。トムウイされたらたまともじゃないですから。今割とそのズボラな管理してても、その、 お互いに共食いすることは絶対ありませんので <laughs>。だから、餌のね、管理が多少ズボラでもなんとかなってますけれども、あの一緒に入れたらもう相当きっちり餌は管理してやらねえと、もう本当にね、最悪の場合もありますからね。ちょっとその辺は意識せんといかんのかなと思ってます。なんでそういう話を思ったかっていうと、あの、ゴマじゃなくて海苔の方なんですけど、ちょっとこっち行きますかね。ノリね、これ。柄の少ない方です。白い柄の少ない方のノリなんですけど、この子多分ね、オスなんですわ。多分。 俺の予想ではこの子はオスなんですよ。なんでかっていうと、あのね、もうね、多分、やりたい盛りなんかな。もう、子孫を残したくてしょうがないんかしれんけど、あの、お尻からね、管が出るんですよ。管が。で、多分その管が、あの、メスの体にこう、ぐさっと刺さって、で、こう、受精っていう形になるんだと思うんです。多分ね、卵を産む缶じゃないと思います。おそらく。オスの缶だと思います。それをね、この木に、この木に、 すごい刺そうとすんの。<laughs> マジで本当にね、そのシーンを撮れてないからみんな信用してないかもしれへんけど、この木に向かって、この木です。ここ、ここ、一番こっちが右側のここの木に向かって、必死にそのね、缶をお尻から出して、こう、刺そう刺そうと必死にするんですよ。でもこの木、表面めっちゃ硬いんで、当然刺さるわけもなく、あの、無理なんですけど、ものすごいこう、交尾しようっていう行動に出とって、 なんか、もともとね、そういうしとったやつ二人組ですし、まあしよってもええわって感じで2匹で迎えたわけですけれども、どうせ幼虫難しいから世話できねえと思ってたしね、うん。まあその繁殖を本格的に考えてたわけじゃないですけど、まあ、したら面白いなと思ってましすけど、一応多頭買いできるっていう。 ね、のはちょっとあったんで、それもあったんですけれども、でもまあちょっと自分がビビっちゃってね、友食いしたら嫌だなと思って、こういう別々に買うってう措置にしちゃったわけですけれども、そんなにね、交尾してえなって思ってるんだったら、ちょっとね、多頭買いできるっていうのも信じて、お互いに食うのも難しそうだし、ちょっとね。 やってみてもいいんかなっていう気持ちにはなってます。ただまあ、幼虫多分無理だと思う。幼虫無理だっつってんのは、あの、プレゼンタービートルなんか幼虫の時に食べるやつは決まってる種類が多いらしいんですよね。これしか食わねえみたいなやつが結構いるらしくて、仮にこの子たちの子供できて幼虫になっても、その幼虫がレッドローチを食べるかどうかってのはまた別問題みたいなんですよね。 そうだってこと餌加工できないんで、まあ多分無理ですね。おそらく。まああと薄い、浅いですしね、俺、土浅くしか引いてないですし、本当に繁殖しようっつうんだったら、もっとしっかりとした土壌になるようなやつ引いてやって、で、掘れるようにしてあげないとできないんで、あれなんですけども、なんかね、一人でこう、木に向かってガスガスやったのがちょっと、ちょっとかわいそうになってきた、正直。 うん。結構かわいそうだなと思って見てましたんで。まあ、するかどうかはちょっとわかんないです。わかんないですけれども、えー、ちょっと1ヶ月考えて、やるんだったらしっかり分厚く土引いてやったりとかいろいろしたいなと思いますんで、その辺やってからしてなと思います。はい。この子今、たぶん喉乾いてるね。水が、あの、結構浅くしか入ってねえから、あの、いつもね、この辺で結構飲んでたりするんで、浅くなんで、もっと深めに入れてやんといかんんですね。特材変えるときにちょっと水入れはしっかりひたひたにしてやろうと思いますけどね。はい。 結構喋っちゃったね。<laughs> なんか、床材変えた後も喋らなあかんかなと、餌食うシーンもと撮ろうかなと思って、餌とかも用意したけど、意外と、あの、前半俺のトークだけで言っちゃいましたね。ごめんなさいね。<laughs> はい。じゃあ、えー、この後床材変えて、餌もせっかく用意したんで、えー、まあちょっと最後補食シーンつけて終わろうかなと思います。じゃあ、えー、床材ね、チェンジしていきたいと思います。ほい。ということで、床材変えました。えー、水入れ、ひたひたまで入れるっつったんですけど、入れすぎたね。 <laughs> 超ひたひたになっちゃったまあまあまあいいでしょうはいじゃあ順番に入れていきますはいのりほい、ま、ほいで次ごまほい降りてよいしょほい OK ですじゃあ軽く餌あげましょうかね軽くご飯あげておしまいって形にしましょうかね一応用意してありますはい えー、今ちょっとですね、諸事情がありまして、レッドローチがあんまり大きいサイズがいませんので、ちっちゃいやつなんですけど、ちっちゃいやつの方がうまく食べますね。<laughs> やっぱり上手です。はい、ということでこの後ゴキブリ出てきますんで、えー、苦手な方はブラウザバックしてください。はい、じゃあまず行きましょうかね。じゃあまず、えーっと、あーこれ木すごいやってんだ。ちょっと喉乾いてたみたいですね、どうやらね。あの木とかも洗ったんで、そこの,その水しぶきっていうんですかね、そういうのを吸ってるみたいです、どうやら。 そういうとこもね、あるんですよ、この子たち。よし意外とだから。よっ、こいせ。見えないんだけど。<laughs> おいで。ほら。ほい。食べる。来た。来た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 。違う。ずれてる。<laughs> こっち。ここ。来た。よいしょ。いや、いいね、いいね、いいね。おお取ってた取ってた。持ってきましたね、自分で。 むしゃむしゃしてますね、むしゃむしゃ。すごいむしゃむしゃしてる。小さいんで、顎が簡単に入ります。柔らかいですし、体も。なので、えー、食べやすそうですね。スッと食べてくれます。これん時にヤシガラだと、あの、口の周りがすごい汚くなるんですよ。なんで、やっぱちょっと嫌がる傾向があったんで、今回ちょっとこういう形を取らせていただきました。良さそうですね。うん、うん,ん、うん。 一発目にしてはなかなか上々かなと。残念ながらカメラのアップがここまでしかできないんです。<laughs> もっと、もっと迫力ある画面が見たいって思われる人です。俺のカメラはちょっとここまでしか見れないんですよ。ごめんなさいね。<laughs> 今後、今後に期待してください。はい。いいですね。すごい食いっぷりですね。軽いからもうぐじぐじ動かせますしね。じゃあ次、ごまの方行ってみましょうか。いました。ごまさんです。どうも。はい、どうも。よ ごまの方ごめんちっちゃかったおいでほらごまここだよよしたおいおいるおいでよしゃなぜなぜビビる <laughs> めっちゃビビってめっちゃビビおいだい,いったもうなんかレッドロッジが暴れてんのにちょっともうすげえわちゃわちゃしてるけどあいったねいったね綺麗に食べたあーいきましたねいきましたね頭からいったね もう話しても大丈夫かなもうレッドローチも暴れなさそうだね。はい、話そうか。よし。いいクイップルですね。すごいむしゃ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 食べてますね。この、まあ本当はね、1ヶ月目の時みたいに走り回って追っかけて食べるのを見るのが一番いいんかもしれないんですけど、世話していくとね、やっぱりね、確実に食べてくれてる方が安心。放り投げてっと食べてない時があるんで、 ちょっとそれ心配なんで、もう絶対確実に食べるっていうことでこうやってあげてます。<laughs> 醍醐味は味わえてないと思う、多分。プレデタービートルの。本来は多分餌投げ入れて、それを追っかけ回してっていうのを見るのが多分一番いいんだと思うんです。楽しいと思うし。でも、まあ、確実に食べてくれてるっていうのを確認するっていう意味では、これの方がいいかなというふうに思ったりしますね。まあ難しいっすよ。どっちを取るかってとこですね。 自分はこういう飼育スタイルを取ったというだけでございますんで、人によってはまた全然違うね、スタイルを取る方もいると思いますんで、それはそれだと思います。はい。という感じで、今、え、回、ー、終わっていきましょうかね、えー。皆さん見ていただいてありがとうございました。またね、よかったら来月の、えー、飼育結果。まあ来月はちょっとね、一緒にして、えー、ちょっとそういう繁殖みたいなこと本当にするんかどうかっていうのをね、考えた結論という形にさせていただきたいと思います。今のところ、 しない方の確率は高いんですけど、うん、気持ち的には。もうここまで来たらせんとこうかなと思ってるのはあるんですけども、えー、ちょっと1ヶ月ね、もう一回改めて調べて、えー、しっかり考えたいなと思います。はい。ということで皆さん見ていただいてありがとうございました。まだよかったら来月お会いいたしましょう。あるいは他の動画でね、お会いしましょう。お疲れ様です。